コンピュータネットワーク。コンピュータネットワークは複数のコンピュータを接続する技術、または接続されたシステム全体。コンピュータシステムにおける通信インフラ自体、あるいは通信インフラによって実現される接続や通信の相対がコンピュータネットワークであるとも言える。コンピュータネットワークの分類法の一つにその規模によって分類する手法がある。ラン ワン、マンなどがある。任意の二ノード間の最悪遅延は規模に依存するため、遅延が重要なシステムでは規模を考慮した作り込みと調整により、クオリティーオブサービスを達成しなければならない。コントローラーエリアネットワークは、その QOS に、いわゆるハードリアルタイム性が要求されるという点が特殊である。自動車や船舶などといったビークル類の内部、 産業用ロボット群などを対象としたネットワークである。パーソナルエリアネットワークは個人の持つコンピュータ機器間の通信を行うネットワークである。例えば、プリンター、ファクシミリ、電話、PDA、操作、スキャンなどが接続される。パンの典型的な大きさはせいぜい直径9メートル以内である。パンの物理的接続には USB やファイアーワイヤーが使われる。無線パンもあり、ビルガや Bluetooth が接続に使われる。個人の家、オフィス、ビルなど、狭い範囲をカバーするネットワークである。現在では、ほとんどの欄は、イーサネット技術に基づいている。u は、典型的な図書館のコンピュータネットワークである。図書館には、有線や無線の欄があり、各種機器、プリンターやサーバーを、 相互接続するとともに、インターネットにも接続している。図書館員用のコンピュータ、黄緑部分は、カラープリンターが使え、貸し出し記録にアクセスでき、学術ネットワークとインターネットにもアクセスできる。利用者用コンピュータは、インターネットと図書目録にアクセスできる。ワークグループごとにローカルなプリンターが接続されている。これらプリンターは、他のワークグループからは、 アクセスできない。接続する線の色はサブネットを表しており、各相互接続機器は異なるサブネットを接続しているため、ネットワーク層、第三層で動作する必要がある。図書館員向けに VOIP ネットワークも構築されている。ラ n を1と比較すると、データ転送レートは高く、地理的なカバー範囲が狭い。インサネットは現在では1 0 g b ットインサネットまで。 存在する。IEEE、e、では、1 0 0ットや4 0ットの標準化が検討されている。低速な通信路を複数束ねて、高速な転送レートの通信路にする方式として、逆マルチプレクサがある。例えば、1ットのインターフェースを4つ束ねて4ットにする。キャンパスエリアネットワークは、複数の欄を相互接続したネットワークであり、 大学のキャンパス、工場、軍の基地などといった地理的にまとまった領域をカバーする遠隔地にあるンの愛接続はキャンではない。マンの一種と見ることもできるが、典型的なマンよりもカバーする範囲が狭いと言える。地理的に連続な地域をカバーするネットワークを論じる、際に使われる用語である。かつては、ルーターよりもレイヤー2スイッチが安価であり、 大学のキャンパスはレイヤー2スイッチでネットワーク組むのにちょうど良い規模だった。しかし、接続されるノード数が増えたため、現在ではルーターやブリッジなどが複数混在するネットワークになっている。キャンパススイッチと呼ばれるネットワーク機器は各種イーサネット規格に対応している傾向があり、ワンインターフェースを混在していることは少ない。LAN や CAN 同士を相互接続したネットワーク。 一つの都市全域より広い範囲をカバーすることはない。ンの構築には各種ルーター、スイッチ、ハブが使われる。広い範囲をカバーするネットワークであり、通信業者の提供するインフラを使うことが多い。ンの技術の大半は OSI 参照モデルの解散層、物理層、データリンク層、ネットワーク層で機能する。グローバルエリアネットワークは、 いくつかの団体が定義しようとしている概念であり、まだ広く認知された定義は存在しない。一般に、ガンは多数の無線 LAN アクセスポイントや通信衛星などを追って、移動体通信を広範囲に行うことを意味する。この場合に課題となっているのは、利用者があるアクセスポイントから別のアクセスポイントの通信範囲に移動した時にシームレスに通信を次する方法である。 IEEE プロジェクト802では、それによって、地球規模の連続な無線 LAN 環境を構築しようとしている。インマルサットは衛星を使ったブロードバンドグローバル、エリアネットワークとされている。IEEE が検討しているのは、物理層とデータリンク層である。モバイル IP は、ネットワーク層の技術であり、IETF が開発した。こちらは、ネットワーク媒体を問わず、 移動してもコネクションを維持し続ける技術である。インターネットワークとは、OSI 参照モデルの第三層、ネットワーク層で動作する機器、ルーターなどでネットワークを相互接続すること、あるいはそのように相互接続されたネットワークをす。また、企業や団体や政府などのネットワーク間の相互接続を指す場合も、ある。現在では、インターネットワークには、 インターネットプロトコルが使われる。インターネットワークは誰が管理し、誰が参加しているかという観点で次の3つに分類される。イントラネットとエクストラネットはインターネットとの接続を持つかどうかは決まっていない。定義に関係ない。インターネットと接続される場合、イントラネットやエクストラネットはインターネット側からの正しい認証なしのアクセスを拒否。 するのが一般的である。イントラネットは単一の管理主体によって管理されているインターネットワーク、複数のネットワークを相互接続したものである。一般に外部に対して閉じており、特定のユーザーしかアクセスできない。企業内のネットワークがこれにあたる。エクストラネットは複数のイントラネットを相互接続したインターネットワークである。 イントラネットは小規模であれば単一の欄に相当することもあるが、エクストラネットは単一の欄では構築できない。地球上の多数の政府、学会、公共、使用のネットワークを相互接続したインターネットワーク。アメリカ国防総省の ARPA が開発したアーペネ n e t が母体となっている。ワールドワイドウェブの基盤でもあり。 他のインターネットワーク特別するため、欧米では愛を大文字にして、インターネットと記される。インターネット上の IP アドレスは、地域インターネットレジストリが管理している。サービスプロバイダーや大企業は、ボーダーゲートウェイプロトコルを通して、アドレス範囲の到達可能性についての情報を交換している。コンピュータネットワークは、個々の機器をネットワークに、 物理的に接続している技術によっても分類できる。それは、光ファイバー、イーサネット、無線ラン、ホーンプな電力線搬送通信などである。イーサネットでは、機器接続に物理的な配線を要する。また、還元する機器として、ハブ、スイッチ、ブリッジ、ルーターなどがある。無線ラン技術は、配線なしで機器を接続する。 機器は無線通信によって接続される。別の分類として使われている通信プロトコルによる分類がある。通信プロトコル設計については、スリコント2004やメイン2007に詳しい。ネットワークは様々な機器、ハードウェアを相互に接続して構成される。接続には一般に何らかの配線が必要であり、ケーブル、カテゴリー5ケーブルなどが使われることが多い。 他に無線による接続 IEE802.11 など、や、光ケーブル、光ファイバーによる接続がある。ネットワークカード、ネットワークアダプタあるいは NIC とも、は、コンピュータをネットワークに接続するためのハードウェアである。ネットワーク媒体への物理的アクセスを提供し、MAC アドレスなどを使った低レベルのアドレス指定機構を提供することが多い。 コンピュータは、ネットワークカードを経由して、ケーブルや無線に行って、他のコンピュータと、相互接続される。リピータは、電送路上の電子機器の一種で、信号を受信して、それを増幅するなどした上で喪出する。これによって、信号はより長い距離まで到達可能となる。リピータは、物理的な信号を扱うものであり、その中身を解釈することはない。したがって、 OSI 参照モデルで言えば、物理層で動作する機器である。ハブには、複数のポートがある。スイッチ機能のないハブでは一つのポートにパケットが、到着すると、全ポートに、それがコピーされる。パケットをコピーする際に、送信先アドレスは変更されず、単にそのままコピーされ全ポートに送り出される。ブリッジは、OSI 参照モデルのデータリンク層、第2層で、 ネットワーク同士を接続する機器である。ブリッジはパケットの送信元 MAC アドレスを見て、MAC アドレスとポートの対応関係を学習する。パケットの送信先アドレスが初めて見るものだった場合、そのパケットは送信元ポート以外の全ポートにコピーして転送される。ブリッジは以下の3種類に分類される。スイッチはマーケティング要素が強い用語であり、 ルーターやブリッジ、負荷分散機能のある機器などを包含する。OSI 参照モデルの様々な層に対応するスイッチがあり、物理層、データリンク層、スイッチングハブ、ネットワーク層、レイヤー3スイッチ、トランスポート層、レイヤー4スイッチがある。複数層に同時に対応するスイッチは、多層スイッチなどと呼ばれる。スイッチの意味するものが多岐にわたるため、 ネットワークを理解しようとしたときに、そこで最初につまずくことが多い。特に多層スイッチは、よく理解せずに使いこなすことは困難である。ルーターは、パケットのヘッダ部の情報と転送テーブルを使って、最適の転送経路を判断して、データを転送する機器である。別の分類法として、ネットワークによって接続される。 各要素間の機能的関連性に着目した分類もある。例えば、クライアントサーバーモデルや、ピアーツーピアーアーキテクチャやストロジェリアネットワークなどがある。コンピュータネットワークは、リング型、メッシュ型、スター型、バス型、ツリー型、複合型などのネットワーク構成によっても分類される。ネットワークトポロジーは、ネットワーク内の自立機器が、 相互の論理関係を見る方法を意味している。すなわち、ネットワークトポロジーは、ネットワークの物理的構成とは、独立している。ネットワークが、物理的には、バス上に配置されていたとしても、ハブによって接続されているなら、そのネットワークのトポロジーは、バス型というよりも、スター型である。そういった意味で、ネットワークの見た目と操作的特徴は、区別される。 論理ネットワークのトポロジーは物理配置と同じとは限らない。ネットワークを運用し続け、障害を診断し、問題に対処するには、様々な補助的装備が必要となる。個々のネットワーク機器には、電圧や電流の急変への対策、サージプロテクターを設置することがある。例えば、雷サージは機器にダメージを与えるため、場合によっては人間にも危険である。 サージプロテクタで短絡させるなどの対策を施して安全なレベルになるようにする。さらに、停電に対処するため無停電電源装置を設置する場合もある。無停電電源装置には小型のバッテリーから自家発電設備まで様々なものがある。2台のコンピュータを相互接続した単純なネットワークでも通信が失敗する要素はいくつか存在する。 主な単一故障点はネットワークカードとケーブルである。大規模なネットワークでも注意深く設計しないとネットワークが機能しなくなるような単一故障点が多数潜在することになる。機能し続けることが重要なネットワークでは単一故障点がないよう設計することが重要である。カーネギーメロン大学のソフトウェアエンジニアリングインスティチュートの調査によればネットワークがダウンする。 主な要因は次の通りである。ネットワークは、その重要性や運用者のスキルによっては、各種性能測定、診断機器を一時的、または永久的に接続する。例えば、企業や ISP 向けのルーターやブリッジは、通信履歴やエラー履歴を保する機能を持つことが多い。診断機器の最も単純な形態としては、ネットワーク機器の予備を用意しておくだけである。 故障したと思われる機器を予備と置換して障害が解消した場合、その機器に問題があると診断できる。これを宣伝させると、コストはかかるが、予備の機器で故障した機器を自動的に置換する方式になる。RFC3768 に示されている、バーチャルルーターリダンダンシープロトコルなどを使えば、ネットワーク障害をコンピュータから見て透過的にすることができる。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。